いや、あるある。なんか、パッと見なさそうだけど、まあ、なんか完全に鉄筋が張り巡らされてるんだけど、いや、あるあるある。だ、こ、ま、いや、もうちょい調べよう。じゃあ、シド、待て、ミファーも白身なのか。なんだと。シド来た。お、すごいすごいすごい。オッケー。じゃあちょっと一回宿屋で休んで、回復だけして、うせやんって指導。ヨナと王として、俺の初仕事だ。うわぁ、いいぞ、おいおい、いいなぁ。てな感じでね、前回、ここゾーラの里を救ったわけなんですが、その後ね、生放送の方を行いまして、この、スタミナ頑張りゲージと、ライフちょっと増やしたのと、あとね、この大妖精も、このね、ちょっと解放しまして、装備を強くしまして、で、その装備っていうのも、はい、こちら、ハイラル兵のね、装備、手に入れましたので、一応今日ができるところまでね、今日がしまして、少々やりすぎ感はありますが、防御力36と、こういうかなりのね、防御力を誇っております。この状態で、そうですね、まずはマップの方を埋めていきますかね、上、オルディンの右側、さらにはラネールから南の方に行きまして、そのままフィローネを横断してゲルドと、こういう風に向かっていきたいと思います。わー、すごい、イチカラ村あるわ。で、なんかイチカラ村なんかジェットコースターみたいなのあるんだけど、どうなってる？めっちゃ発展してるな。あれね、エノキだと最初に、作ったところなんだけどね。で、もう一個あんのが、あ、なんか、こいつさ、なんかめっちゃいるんだよな、至るところに。あの、生放送で結構各地を回ったんですけど、かなりいろんなところにいるんだよな、あの、キングギドラ。どうなんだろう、もう倒していっていい敵なのかな。はい、というわけで、ハテール地方もオープンしましたと。いうわけで、かなりマップ埋まったんじゃないでしょうか。で、ちょっとね、ここまで割ってきて思ったんだけど、マップに配置されてるボスクラスがなんか、多いなって、思うんですよね。なんかそのキングギドラしかり、まあ、ライネルしかりなんだけど、ちょっとね、防具も結構潤ってきたというところで、一回ね、あれしてもいいかな、なんか、ボスラッシュ的なことしてもいいかなと思っているんですけれども、このフロドラから今、ちなみにこの、鱗を取ったのは全然関係ないんですけど、板から取りました。あ、ネルドラでしたね。全然違いましたね。はーい。さあ、皆さん覚えていますでしょうか。何話か前にね、キングギドラ初めて見た時の、やつとこまで戻ってきたんですけれども、今回、こいつをとりあえずね、ちょっと前回からかなり、まあ武器もね、結構白ボコエッジだったり、まあ白ボコブレード、白ボコスピア、まあ白ボコ三昧なんですけれども、かなり強い武器はね、一応用意してきたんですけど、まあどうでしょうね、多分弓で攻略していく敵だなとは思ってるので、まあはい、来ました。氷雪のグリオークですね。じゃあまずは、いや、俺、火炎でいいと思うんだよな。あ、で、弓もね。あー、速射。速射でいくか。よっ。ちょっと届いてないな。あ、オッケー、当たった。当たってる、当たってる、当たってる、当たってる。オッケー。で、今回はこの馬も、ちょっと待ってね。ジューク、そうそうそう。今回はね、ジュークとの絆のバッチリというところで、しっかり今度は逃げられずにね、一緒に戦ってくれるのではないかと思います。あ、待って、あ、もうだいぶうなだれてるね、一つ首。この調子でこれでどう。あ、落ちてきた。あ、オッケー。じゃあここで攻撃するのか。白ボコブレードを水に濡れた状態で、あ、待って、君たち。水に濡れた状態の、このボコブレードは、かなりの威力が、あれ、待って。え、ちょっと待って、だいぶ硬いぞ、こいつら。ああ、やばい。おお、待って。まずいね。はい、ジューク。オッケー、偉い。ジューク来てくれる。ちゃんとジューク来てくれるよ。そして、痛い。待って。そんなに近づきすぎたらって感じ？オッケー、了解。ジューク乗って。どうしたらいいんだろう。もう攻撃していいのかな。よっ。火炎じゃなくてもいけるかやってみる。あー、でも。いやー、待って。やっぱ火炎が特攻あるな、多分。オッケー、了解。
ジューク、ジューク、待って、お前ジューク、お前やってくれたな、クソったれ。ジューク、待って待って待って、やばいやばいやばい、ジューク、ちょっと、おいで、おいで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 、こいつ HP 大丈夫かな。こいつの HP もちょっと心配ではあるけど。うわー、まず、あ、そうか、これダメなんだ。うわー、ちょっと、ジュークさん、あなた、いやー、まずいね、まずいね、まずいね。ジューク！ジューク溶けることを許されない。いやー、ちょっと水もらおう。ジュー、あ、待って、嘘だろ、ジューク、おい、ジューク、お前、あ、待ってくれ、ちょっと、ジュークが、クソ、あいつ許されん。こいつ分かったぞ、ここならダメージ食らわんわ。あー、だからここで一回猛攻しのいで水もらっといて、ここオッケー、ナイス、うまいすぎ、うますぎ、オッケーオッケー。ちょっと待って、ちょっと待って、これね、多分この岩陰に隠れればダメージ食らわないから、ここで、いやー届かんか、これこの辺で当たった、いやー、この辺、いや、ここオッケー、やれる、あと1分、よっしゃ、来た、よし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 、これでぐるぐるでいけ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 、真ん中の首ばっか叩いとるけど大丈夫か。あ、いいダメージ入ってる、いいダメージ入ってる、悪くない悪くない悪くない、よし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 、ちょっと一回引こうか、一回引こうか、あー、はい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 、まあ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 、まあ、これ岩の後ろ隠れれば大丈夫だから、岩の後ろ隠れつつ、いちご拾いつつ、やばい、まずいまずい、いちご拾いつつとか言ってる場合じゃない、いやー、まずいねまずいね、あー、こいつらめっちゃ耐えてくれてる、ユンボーいけない、いやー、いけないか、あー、ユンボー当たったユンボーも当たるんだ、ほっ、ここで火炎で、よっ、オッケー、火炎で、よっ、当たらんか、当たった、あと1体、ちょっと待って、あと1体分からん、顔が見えん、顔が見えん、いやー、待って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 、いや、まずい、いやー、嘘か、これ当たったか今、いや、まあ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 、いや、でもこの岩を最大限活用していけばいけるはず、よっ、オッケー、オッケー、さあ落ちてこい、行くぜ、うわー、濡れてないと、濡れてない時の攻撃力が低すぎるな、これ、雨降らんかな、まあ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 、オッケーオッケーオッケー、まあまあまあ、いいダメージ入った、いいダメージ入った、いやー、オッケー、よし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 、いや、だいぶダメージは稼げてる、いける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 、あ、どこ行った、あれ、なんか遠いぞ遠いぞ、待て待て、なんだあれ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 、遠いぞ、届かんぞさすがに、何してる何してる何してる、はっはっはっ、嘘嘘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 、無理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 、あー、嘘嘘嘘嘘、やばいやばいやばいやば、上見て上見て上見て、あー、やばい、あっあっあっ、あー、え、そんなことされては無理ですよ、あ、ジューク生きてるとこからだ、よかった、ジューク、かわいい、いや、でもなんとなく倒し方は分かった、うん、で、ねもう一回行くんだけど、ちょっとこいつちょジューク置いてきます、ちょっとジューク失うのはさすがに痛すぎるので、ちょ頑張って自分なりにこううまく立ち回る、よし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 、でこれ多分ねかなりもう HP 削ってきて、次で倒せるか倒せんかぐらいだと思うんだけど、いや多分ね次と空高く飛ぶんだよな、であの攻撃をどうやって避けるかなんだよね、マジで。あー、行ったね、行ったね。ちょ、俺さ、ここでなんだけど、ここで満を持してジューク。お前の出番じゃねえか。このスピードなら避けれる。あ、待って待って、ジューク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 。今は逃げよう、今は逃げよう。OK。これで、なんか変なの来るけど、走りま、あー、これ、あ、わかりやすいぞ。これ上見るよりこっちの方がわかりやすい。ジューク、これで避けよう、これで避けよう。OK、ナイスナイス。偉い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 。よしよし、大丈夫大丈夫大丈夫。あー、待って、ごめん、ジュークごめん、やばい、あー、完全にジュークの操作ミスですよね。それはちょっと俺側の責任やから、ちょっと頑張っていこうか。焦らんでいい、焦らんでいい、焦らんでいい。オッケーオッケー。よし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 。よし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 。よしよし、大丈夫大丈夫。あー、ちょっと待って、氷で、氷で、場所が、逃げる場所がなくなる、走る場所が。ちゃんと先読みしてくるな、こいつ。
大丈夫だよ、19。大丈夫だよ、19。大丈夫、大丈夫。これ、いつになったら終わるんだ、いつになったら終わるんだ。終わったか、終わったか、終わったか。待って、どこにいる、あいつどこにいる。あ、いた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 。え、待って、待って。第2段階、早くない？ちょっと待って、分かった。これ、戻れ子だろ。上戻れ。よし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 。ちょっと寒い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 けど、そんなこと言って場合じゃないんだよな。ほっ、でここ来て、いやもうちょいか、もうちょい近づいていい、ここ。いや怖っこいつ。オッケーで、オッケー、よし、これで落ちる。あ、いいダメージ入った。これでとどめだ。オッケー、どうだ、勝った勝った勝った、よし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 。いやー、苦節3回目にして氷雪グリオク討伐ですね。これ何がもらえた、これ何、グリオークの氷雪核スクラビルド攻撃力30、えぐいね。しかもこれ属性武器でしょ。わー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 。これは羽、ほー、そうですね、倒した感覚美味しい敵ではないですね。やっぱお前だろ、ライネル。オッケー。なら、今回は、今回はしっかり逃げずに、待って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 。なおかつ、今回妖精をね、3匹従えてきております。なので、かなり安定した、安定した戦いをお見せできるのではないかなと思っ、待って待って待って、あぶねえお前、そんな攻撃聞いてないから。よしよしよし。しかもね、今雨降ってるから、よいしょ。このね、ゾーラの装備が雨に濡れると攻撃力倍化されるんですよ。かなりの攻撃力誇っているので、これはかなり余裕持った戦いができるんじゃないかなと思っております。うっそ、マジか。いやー、早めに盾壊れたけど大丈夫かな。これは、よいしょ、ここ、大丈夫今の。オッケー。よい。はい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 。よいしょ。よい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 。オッケー。乗れない。オッケー、危な。乗って、ザク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 。オッケー、ナイス。よし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 。かなりいい感じで戦えてるよ。ここ完璧。この横振りはやりやすいですね。かなりパリーが狙いやすい。あ、もうね、削り切れるな。かなりいい感じ。よし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 。あと1セットぐらいでいけるんじゃない。さあおいで。あ、炎ね。よいしょよいしょよいしょ。オッケー、さあ来いよ。横振りかも。ここ完璧。これはライネル余裕だったんじゃないか。オッケー、ナイス。よしよし、ライネル討伐しましたね。いや、これでね、逆に弓も強なるし、ライネルの蹄、あ、弱いな。あ、あとそんなに強くないな。まあ青ライネルだからな。あ、すげえ、青ひげライネルの破格スクラビルド攻撃力33、かなり強い。ほう、オッケーオッケー。で、獣王の弓3連射ね。オッケー、これもらいましょうか。あー、ならね、ちょっと地下の敵倒しに行くか。じゃあまずはちょっとここ行きましょうか。はい、できまして、あいつですね。あいつデカ、何やったっけ、デカグースみたいなやつやったと思うんやけど、これね、動画外で一回倒したんだけど、まあ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 、動画内で倒しておくかというところで、ちょっとこいつ行くか。こいつね、そんな強くないんだよね、言うて。あ、来た、気づいた。はい、来ました。デカ、ん？デグガーマだね、デグガーマ。さあ、ここ吸い込まれるんだけど、ここで、これ爆弾の実とかを出しといて、はい、飲み込ませました。はい、もぐもぐもぐ、もぐもぐ、ドカーン。これで、登って、で、まああとはまあ何でもいいんだけど、まあまあスピアでこうザクザクザクと。はいはいはい、オッケー、1個壊れたね。よっ、ちょっと1回逃げて、
ただまた多分ね、あ、食べたい食べたいが来るから爆弾出して食べさせる、これの繰り返しなんだよね。こいつね、そんな強くない。オッケー、目とか。オッケー、あ、目でもやっぱひるむね。ぐるぐるで、このままこのまま、よいしょ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 、オッケー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 、こんな感じか。こんな感じでクリアということですね。はい、ありがとうございました。でこいつのね、素材はほんとデグガーマのタイガ、まあ、そんなにか、そんなに、うん、そんなに強くないね、やっぱりね。まあなので結構どうだろう、まあゾラニウムとか、ゾラニウムのかけらとかは集まるかなといったところで。じゃあでね、あのね、本命がいるんですよ、本命。こいつ、ここ。ここにね、ちょっとびっくりするやつがいるんだけど。え、君っていていいのかい？君は、君倒したはずではっていうね。一応ね、生放送で、ちょっと違うボスをね、一体討伐したんですけど、なんかね、結構ね、全種類かいるらしいんだよね、地下に。うん、まあだから、まあ空で、こいつもね、空でやられて、地下に逃げ込んできたと思うんだけど、地下でももう一回倒すかっていう、ことしちゃおっかなーっていう。まあ行くか、せい。倒し方は多分一緒でしょ。オッケーオッケー、風も吹いてくれる。うん、戦い方も一緒ですね、多分。まず下行って、あれ？あ、待って待って。ここだよね。あれ？届かん。よっ。あ、オッケーオッケーオッケー。やっぱここやね。はい、オッケーオッケー。一個割れた。こんな感じで、あれしてきゃいいんだよな、多分こいつ。あー、で、潜るんだよな。遠近って、こいつさ、でかすぎるんだよな、マジで。フリーザゲイラ。で、下から来るよね。あ、間違えた。まずい。わー、しくったな。もう一回来るか。ここで、よい。よい。よい。OK。届け。届かんか。あー、しゃーい、ナイスー。で、これ第二形態だよね。こいつ簡単なんだよな、マジで。はい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 。まあまあ、すごいね。荘厳な BGM から繰り出されるけど、まあ、竜巻起こすだけやからね。そんなにこいつもね、まあ痛手じゃないと。あー、で来てるね。あそこ空いてるわ。よっ。まあ上からなら大丈夫っしょ。オッケー。はーい。ウリザキさん、もう上半身穴開いてますが大丈夫ですか？あー、潜ったらこいつ終わりなんですよ。そう、これ下から来ちゃうとね、下から来ちゃうと弱点がもう狙いやすいからね。すごい良心的な魔物ですね、こいつね。ここを狙ってくださいって言ってくれたら。で、まあ2回目倒してしまうと。はーい。でも、ここ素材がちょっとね、気になってた。これか？お前、カマキリの足やないか、お前、これ。これどう？スクラビレの大顎。フリザゲイラの大顎、どれに装備する？まあ、じゃあゾーラの剣とかにするか。ゾーラの剣、濡れるとかなり強くなれるからね。さあ、どうだ。おー、強い。42。お、強い。そして見て、かっこいい。なんか、リーチもかなり伸びるし。あ、これいいな。宝箱の中身は、はい、特大ゾナウエネルギーと。これでね、あ、1個分になるからね。かなりお得ですよね。よし、じゃあ、あらかたボスも倒したのでね、次なる目的地、ゲルド地方の、グランドキャニオン、うん、違う、ゲルドキャニオン眺望台、行きましょうか。ん？これはなんだ？どうした？動かないな。これ多分またどっか、助けないかんのだよな、その作る人をな。あれだね。お前だな。何してんの？何してんの？あちゃーじゃないのよ。どうした？こんばんはっすーじゃないんやって。うん、修理に来たけど、昇降機が壊れた。はあ、なるほど。金具に吊るされてるの見えるっすか。足場がついてて、二つのバランスが、あー、そういうことね。あー、じゃあ、つけろってことね。あー。
あ、了解了解。別に昇降機登るだけで一緒、別に。だってこれでどう。はい、来れるね。お、だいぶすごい勢いで、すごい勢いできたな。よし、直してくれ。どうした、いけるか、直してくれ。ああ、すげえっす、修理するっす、ね、ああ、ほんとこいつ適当だよな、マジで。頼むよ、暑さ対策ね。あ、オッケーオッケー。一応ね、まあ、サファイア棒作ったから、まあ、とりあえずこれでなんとかなるかな、というところですね。はいはいはい。はい、というわけで、ゲルド地方、ゲルド砂漠、開きましたので、これで、ウルボザのね、うん、ところ行けるかな、と思うんだけど、出ないんやけど、ゲルドの街はどこ？あれ？あれか。あれっぽい。え？あれか？なんか、これカラカラバザール？あれ、なんか、位置感覚が変わってないと思うんだけど、位置感覚があんまり、分かってない。ちょっと砂ぼこりで見にくいんだよな、あの辺とか。まあ、とりあえず行きゃわかるか。さあ、とりあえずここ、カラカラバザール。ああ、だよね、そうだよね。オッケー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 。よしよしよし。そしたら今作もあれなのかな？オカマちゃんに服もらわないかんのかな？さあ、というわけで、ちょっとなんか上昇気流がすごいんだけど、あれは飲み込まれてっていうか上に上がっていいんかな？これ上がって、寒っ！急に寒い。オッケー、これで、え、待って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 。急に怖い、急に怖い、急に怖い。え、これ、どういう、あれ？え、いけるか？これ、ちょっと、これに沿っていく感じでいいんかな？はい、こう、パッと地形確認して、あれなんだ？待って、あれなんだ？ちょっと待って、なんかだいぶ怖いのいるけど、どう？砂漠にロボットは無理でしょう。恐怖だぜ。あそこ目指せばいいんかな？とりあえず。あれ？あそこだよね、多分。いや、待って、だいぶわからん。砂漠の裂け目ってなんだ？砂漠に裂け目なんてあるのか。え、これ大丈夫かな？たどり着けるかな？とりあえずなんとなくこっちならわかるんだけど。あー、次の上昇気流あった。オッケー、これ乗ってまた上から見ようか。さあ。おっと。なに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 ？何あれ？ナボリス？あっちか。とりあえず次あっちな。あ、次の上昇気流あった。やっぱ、あっちに向かっていく感じでいいんだな。ほい。あ、オッケー、たどり着いた。なんでこの辺は、なって赤き月も来てるけど、まあ、とりあえず、たどり着いた。で、え、怒られんの？入っていいの？え？ちょっと待って、ちょっと待って。え？え？どうした、どうした？ちょっと待って、ちょっと待って。ウルボザは？え、みんなは？ルージュとか。え？ウルボザはいないけど。お前何してる？ボテンサ。お前男か女か、わからんな。どこからともなく声が。はい。人間界をてっきり化け物に襲われた乙女の言う、な、どういうこと？ゲルドの乙女たちに会いに来たのに、一っ子一人いない。時々井戸の中から声が、変な化け物にやられて、この世には。え、ちょ、え、どういうこと、どういうこと、どういうこと？とりあえず井戸の中、うわー、すげえ、お、うわ、ここ、あ、いる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 。これ入っていいの？入っていい、俺。は、え、ちょっと、は、入っていいっすか？男だけど。え、大丈夫かな？めっちゃ怒られるとかないかな？はい。こちら異常なし。はい。ボーイ、写真から逃れてやってきたのか。こっから先はゲルドの民の地下街とかあんの？ボーイを通すわけにはいかんのだ。ボーイ。ボーイは男、そうそうだね。うん。女はバーイだもんね。悪いが、我らの掟でな、成人するまでボーイと交流できない。あ、なんか優しいね。どうした？なんか異常か。異常というか、ボーイが迷い込んできた。ボーイだと、連絡用の覗き穴も届かない小さなボーイ。まあまあまあな、まあな。みんなからボーイが見えることもなければ、ボーイが見ることもないと。はいはいはい。うんうん、足を踏み入れることは許されぬ。しかし今、非常事態。非常事態って何だろう。砂塵をしのぎたいなら、地上の家屋で休むがいい。はあはあはあ。え、これな、誰もいないの本当に。
赤き月も昇ってるけど、え、マジで誰もいないじゃん。え、どういうこと？え、どうすればいいの？あ、2回来たけど、あ、日記調べれるか。ルージュの日記。念のため、玉座裏の蓋も OK。玉座裏に蓋あるね。はいはいはい。イカズチの修練をしようと。北の遺跡ならば町から相当遠くない。何より鍛錬。さっきの雷は、ルージュが練習してたのか。なるほどな、ははーん。OK、了解。ウルボド様に祈ろうと。とりあえず、あそこを、ちょっと赤き月もだいぶ来てるんだけど、玉座の裏に、玉座どこだ？わかった。早く来い、来るなら、来い。この玉座の蓋？これか？お、これが水路ってこと？こっから入れる？入っていいのかな？一旦行ってみようか。いるよね。え、いるよね、彼ら。彼女たち。ああ、やばい！ボーイがいるぞ、捕らえろ。やばい、ほら、捕らえられた。すぐ捕らえられる。ああ、ボーイはゲルドの町に入れるんだからね。やばい。あ、ちゃんとでも正門から出してくれ。お、こいつは誰だ？なんだこいつは。ビューラー。兵士長じゃん。前回ブレワイでね、一緒にやった。戦ったよね。久しぶりだな、ハイララの剣士よ。かもわぬ。この族長から町に入る許可をされた。あ、そういうことか。なるほどね。皆にも伝えておけと。はいはいはい。お前がはるばるやってくるとは、よほどのことがあったのかと。うんうん。で、各地が起こったことを伝えて、ハイラルの秘密、そうだね。うん。ハイラル城のことは噂で聞いたけど、想像以上に大変なんだなと。うん。よくここまでたどり着いた。突然発生して、調査に向かったけど、ギブドの群れに襲われたんだね。うん。ギブドは、ま、地上の町にもうろつき始めて、ゲルドの民はここに避難。ギブドの民、ちょっと戦ってみたいな。うん、今難しい状況だと。ルージュ様はこの時代を打破する力を得るため鍛錬ね。北の遺跡、うん、さっき見たけど。OK、とりあえず入れるようにはなったんだ。結構男の姿でも。ごめんな、ボーイ。ごめんな、ボーイおるけど。ごめんね。そんな、恥ずかしいものを見るような感じで見んといて。おじさんもね、別にそんな悪気があって入っとるわけじゃないんや。ごめんね、君。ごめんね。パトリシアちゃんのせい。あ、待って、北の遺跡に出られるって書いてある。パトリシアちゃんはアザラシでしょ？砂ザラシでしょ？うん、アイザラシ。アイ砂ザラシでしょ？お告げの力の持ち主、うん。不思議な数字を発される。どういうこと？北の遺跡にいらっしゃると。で、北の遺跡は？族長、そう。あ、一人で向かわれた。はいはいはい。砂陣を抜けてね、うん、抜け道なら行けるかと考えたの。なるほど。ここから行けるってこと？あー、オッケー。じゃあちょっとパトリシア並びにルージュに会いに行きましょうか。